竹部千春は北日本放送の元アナウンサー。富山県東都並区南町高瀬地域出身。血液型 AB 型。8歳下の弟がいる。中学時代に陸伝用紙に憧れ、アナウンサーを志す。富山県立都並高等学校普通科、青山学院大学卒業。2005年に北日本放送に入社。同期は上野徹。 2009年9月に NHK と山放送局アナウンサーの三輪の広音、と結婚。2010年8月31日に女の子を出産。同年11月30日をもって育児に専念するため北日本放送を退社した。その後鹿児島県に移住し、2013年に第二子を出産している。2014年8月から秋田市在住。高校時代は、 バレーボール部に所属していたが、大学入学と同時に、チアリーディング部に所属、チアを初めてから得,得した特技のバック1バック中などのタンブリングを遺憾なく発揮するなどして、活躍し、チア大会最高峰のチアリーディング、日本選手権大会にも出場、2004年には決勝進出も果たしている。大学卒業と同時に、チアも引退することとなったが、2006年に取材で、 訪れた日本選手権大会において、地元の富山県立富山商業高等学校、富山第一高等学校が揃って決勝進出。しかも、富山商業は北陸勢初の3位入賞を果たしたことに刺激を受け、その後、地元のチアリーディングチームの富山チアリーディングクラブ、サンダーバーズに所属し、チアを再開、現役女子、アナチアリーダーとなった。 そして2007年の日本選手権大会地区予選を兼ねた北陸チアリーディング選手権大会では後方新進,進中帰りなどの難易度の高いアクロバット技を次々と披露して自身としては大学時代以来そしてチームとしては初の日本選手権大会出場の原動力となった。竹部千春。布をむつ使ってますよ0ヶ月6ヶ月。転勤生活ブログベチブロ。 2014年4月27日閲覧。竹部千春。バタバタともう2月。電金生活ブログベチブロ。2014年4月27日閲覧。木下和也。この日だけは私たちが主役北陸チアリーディング選手権から。ほぼデイリースポーツ。北日本放送。2014年4月27日閲覧。ありがとうございます。